やったー、キキです。今回ですね、最近 2.6 枯渇っていう動画を2本連続出してるじゃないですか。で、そうなんで、なんとなくなんですけど、まあ普通に 2.6 使おうかなっていう好奇心ですね。好奇心、好奇心、俺たちはみたいな曲ありましたよね。行きましょう。よし、26、一時期めっちゃ使ってたんですよね。使ってて結構楽しいデッキですよね。でもデッキ的にすごい弱いと思うんですよ。やっぱマスケは強いんですけど、なんだろうね、大砲が弱いのか。おいしょ、エリポンとミニペ、何やね、なんすかね。ジェイ、あ、わかったわかった、電車みたいな。スパーキーじゃないのこれ。出た、よっしゃ、ね、スケのタイミングちょっと早かったですね。スパーキーか逆サイも攻めないといけなそうだけどな、どうしよう。多分エリポン来るでしょこっちに。ワンチャンガン詰めするか。いや、ダンファイブで、逆サイホグもするべきなんだろうけど、いや、するべきだな。ここを合わせていこうか。はい、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。うわー、やべえ、やった。あ、やったわ、これ。マジか。いや。古虫で。まだワンチャンいけるな。見とけよ。よいしょ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 、よいしょ、よいしょ、ちょっと待って、あぶねえあぶねえ。ふう、落ち着きますね。ちょっと落ち着く、さすがにちょっと落ち着く。よいしょ、危ねえ危ねえ。マスケに行ったのはビビったな。途中マスケの位置が甘いのかな、かもしんないですね。ちょっともうちょっと最初の防衛みたいな、うまく、まあ、逆サイホグ行ってよかったですね。あれしなかったらずっと永遠ケツスパ地獄だったんで。あ、行きますか。割と使えるでしょ、わかんない。26使いの方からしたらひどいプレイ何個もあったかもしれないけど。
マスケめっちゃ入ってる。で次来たらアイスピで釣ってホグつけてマスケかな。まず迫撃を出してこないかもしんない。リゴブにアイスピでいっか。いや迫撃まだある。きつマスケだな。破裂させて、はい、ゴール。なるほど。OK。なんかもう、たまたまだけど。一発。おいしょ。いいね。これは、スケで敵戦するか。あ、これマスケでホグもつけて、あーめっちゃいい感じっすね。これ今読み打っていけたか。いけたな。ちょっと甘えたな。タンタンタン、よいしょ。これはさすがに防衛迫撃でしょう。さすがにここだな。ここ結構いいよ。 OKOKOK 完璧。いいっすね。非常にいいっすね。これも相性良さそうだな。普通の迫撃とちょっと形違うし、うん、いい感じっすね。26いいな。楽しい、使ってて楽しい。俺的使ってて楽しいデッキ。まあ枯渇は、まあ、楽しいっちゃ楽しいんですけど、あのデッキやな、あれなんですよ、大変なんですよ。いろいろ大変なんで、あのベビドラの処理とか大変なんで、いろいろだから、1位はジャイピーピーっすね。俺やべ間に合うね。ああ、そういう感じ。これは逆サイ行くやつだな。まさかトルネードが入ってない。なんで、どうしよう。あれ、これでとりあえず逆サイにするか。真ん中にスケで集めて、よいしょよいしょよいしょ。いい感じじゃないですか。で今メガナイトもないんで、ユウノも切った。ディガー受けぐらいかな、マジで。これにつけたらどうなんの。あ、なんかいろいろ出てきた。なんかいろいろ出てきた。しっかりファイブって、一発前ねんな。でウォールブレイカー来たらディガーをつけて抑えて、こっち大砲かな。で後ろ向いて、オッケー。ここホグ飛ばしたいな。なんでかって大体攻めでザップ使ったんで、もうエリクサーカツカツのカツなんで。言う手だった、言う手だったってことは俺の防衛やばいな。大変だなこれ。したー、すいませんすいません、怒ってる、感染で怒ってる人いる、すいませんね。あれ、ジオホグ飛ばしとこ。マスケ頑張れ、先方で守ろうか。